で、この車をお借りする、まず最初のご紹介というのは、こちらになりまして、この車は8人乗りの車になるんですけれども、今まで7人乗りの車のご紹介をしてきました。で、私、ボクシーの車を今回購入したわけなんですが、ボクシーでも8人乗りがもちろんあります。で、7人乗りにしようか8人乗りにしようかということで、まあ、家族構成によっては当然検討の範囲に入るとは思うんですけれども、まあ、7人乗りの比較の観点で今回は8人乗りの広さの比較について今回ご紹介をしていこうと思います。で、私の動画の中ではすでに寸法測定等も行ってますんで、まあ、今回も同じ要領でまず広さの比較をしていきます。で、今これシートを完全にまず後ろにします。で、この状態にしたときにこちら、今このシート自体も完全に後ろに寄っている状態なんですけれども、この状態でここの膝の部分のクリアランスがどのぐらいあるのかということでまずご紹介をすると、これが今、運転席側が400ミリあります。ちなみに、7人乗りの車に関しては570ありました。400というサイズ感を見ていただくために、実際私、175センチの私が乗り込むとすると、まあ、当然、この足自体、伸ばしたときにシートの下に足が行ってしまうと、まあ、いった状態にはやはりなってしまうと、まあ、いうことになります。7人乗りの車と比べると170ミリ違いますので、やはり結構違うと。で、7人乗りの車で570ミリですとちょうどつま先を伸ばすと、まあ、当たるかなっていうぐらいだったんですが、こちらに関してはもうシートの下に足が行くような感じになっています。まあ、そういったサイズ感になっているということになります。ちなみに助手席側のスライド量は運転席よりも25ミリ短くなっていますので、後ろは25ミリ広いといった状況になります。まあ、そちらもせっかくなのでお見せしてみようと思います。まあ、このように完全に今後ろに寄せた状態なんですが、この状態で後ろに乗ってみます。このように見ていただくと分かると思うんですけど、運転席と助手席の後ろの浮き具合、スライド量の違いというのが、このように分かると思います。これでちょうど25ミリ違うと。私の実測に基づいての測定の仕方においては、25ミリ違いがあるということになるわけなんですけれども、まあ、見た目上はそんなに変わらないかなと。まあ、確かに少し助手席の方が前に行ってる感っていうのはあるんですけど、実際こうやって座ってみると、25ミリの差っていうのが、25ミリの差があったとしても、まあ、このぐらい、自分の足が、やはり、シートの下にかかってしまうといった、まあ、こういったサイズ感になっています。でも実際には、先日の動画でもお話ししたんですけれども、まあ、本来、こういった使い方ではなくて、前に運転者がいて、なおかつ助手席にも人がいたりする場合もあって、で、その状態で後ろの広さがどのくらいかっていうのが、まあ一番問われるところだと私は思いますし、まあそれが実用空間と言っていいかなと思いますんで、まあ私のトラポジに合わせた上で今度ご紹介をしていこうと思います。で、この車すごくいいなと思ったんですけど、このようにちゃんとこのテレスコピックとシルトと両方ついてます。普通のファミリーカーでは考えられない、ちゃんとこういったドライビングポジションなんかもしっかりと考えられて作られています。はい。で、私のポジションですとちょっとこのぐらいのポジションになるんですが、これで後ろ、座ってみたいと思います。で、すでにあらかじめ寸法は測っているんですけれども、この状態で寸法を測りますとちょうど570あります。ですので、新型ノアボクシーの7人乗りの車のちょうどシートを
後ろに運転席のシートと2列目のシートを後ろにしたとき570なんで、ちょうどそのサイズになります。乗ってみようと思います。そうするとこのように先ほど申し上げた通りなんですが、つま先を伸ばすと当たる、つま先を避けると当たらないという、まあ、こういったサイズ感になるとまあいうことになりますので、まあ、これ私個人的に見ると結構やっぱり広いなって感じます。8人乗りの車であっても十分広い、そんなにロングスライドではないというふうに思われがちなところはあるとは思うんですけれども、もう十分に広い空間になっているのではないかなと思います。でせっかくなので助手席もやってみたいと思います。ちなみに助手席に関してはこちらの X8 人乗りに関してはこのようにテーブルが標準でついています。はい。でこの助手席のシートの合わせ方、まあ、ジェットコースターみたいだっていうような形でコメントされてる方もいらっしゃったと思うんですけど、だからこういう風にもちろん前座にして乗られる方はもちろんいらっしゃると思います。もちろんで私なんかは結構助手席乗ってると怖いなって思う場合があるんで、やっぱ捕まるところとか欲しいと。で、まあ、ここ手すりがありますんで、まあ、ここもちろん掴まれるし、ここも掴めるんですけれど、まあ、この車のトピックスは、ここのインパネに掴むこともできるということで、まあ、このぐらい、拳1個ぐらい、まあ、この間の動画ではちょっとやりすぎかなっていうところもあったと思うんですけれども、まあ、拳、まあ、1個ぐらい入るぐらいでいいかなと。で、このような形で、逃げれますんで、まあ、このぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、この状態で、後ろの居住スペースを見てみたいと思います。まあ、ちょうどこれで、運転席とドラポジが全く同じになります。でこのような形で、まあ、もちろん運転席と同じになりますんで、これで570ミリということで、このような形でつま先を逃がせば当たらないですし、つま先を伸ばせば少し当たるといった、まあ、こういった空間になっています。非常に広いなっていうのが私の個人的な印象ということで、8人乗りも結構ありだなって個人的には思ったりしているところではあります。シート自体なんですが、ベンチシートになっています。8人乗りですので。で、その代わり、ここの部分、ちゃんと人が乗らない場合でしたら、カップホルダーとか、物が置けたりとか、7人乗りの車で言うと、これがサイドテーブルになっているということになります。このように格納式になっているということになりますし、もう一つは、こちらにテーブルがついている。で、オプションとの違いは、オプションここが貫通してるんですけれども、こちらに関しては貫通してないもの。で、この上にカップホルダーがついているもの。セレナなんかもこういったタイプのものなんですが、これ非常にいいなって僕も思います。これ何がいいかというと、下が穴開いてないんで、こうやって物を上に乗せたとき、まあ、子供さんがいらっしゃる方とか、まあ、こういった X8 人乗りの車とかになると、もう本当にファミリーカー的な使い方をされる方の方が多いんじゃないかと思いますんで、特に子供さん、お子さん乗せる場合なんか多いと思うんですが、そういったときなんかこれ非常に便利かなって思います。下に物が落ちないですし、でカップホルダーとして使うときはこれを使えばいいですし、まあ、このようにテーブルとして使うこともできるし、カップホルダーとして使うこともできるということで、これは非常に使い勝手としていいテーブルだなっていうのを思います。で、このように、ここにもフックがちゃんとついているということで、こういったユーティリティ関係がね、しっかりしてます。ここにテーブルがあるのと、ここにもテーブルがあるということです。かなり使い勝手としては高くなってるかなと思います。このシート自体のアレンジなんですけど、このように、ここを引くだけで、この背もたれと座面が持ち上がる構造になっています。で、これによって前にこのまま引けば
後ろにすぐアクセスができるという仕掛けになっています。まあ、この座面自体が前に持ち上がりますんで、7人乗りの車よりもこのシート自体は前に行ってくれるということなので、こちらの荷室の空間というものを広くスペースが取れるというメリットがあります。そこが非常にいいなと思いました。ちなみにこれは今助手席側なんですけれど、こちらの運転席側でも可能になっています。で、また戻します。はい。で、運転席側もやってみたいと思うんですけれど、まあ、ここのレバーを使うのが一番使いやすいと思いますので、このように。で、こちらはね、こちらは、ぷっとこう、持ち上がらないんですけど、このように、ちょっと自分でアシストしてあげないと持ち上がらないようになってるみたいです。で、これも同じように、運転、助手席側と同じように、前まで、ギリギリまで寄せられるようになってます。ここ非常にいいところと思います。で、このように、こっちからでも、乗り降りができると、まあ、いうことと、荷室がかなり広くスペースが取れると、まあ、いうところが大きく異なるところなのではないかなと思います。はい、このような形で。で、シートは今まで SZ、SG の紹介をしてきたんで、この合成とファブリック仕様、もう一つは上級ファブリックっていうのがあったんですけど、これは普通のファブリック仕様のシートになっています。で、すごく思ったのは、このクッションがすごく体に馴染む、このウレタンっていうんですかね、この中のクッション、これがすごく馴染む形になってます。これで掴むと結構形が残る感じなので、体にくっついてくれるような、包み込んでくれるような、そういうシートになってます。で、これ見た感じもそんなに悪くないですし、実際こうやって乗った時に、ホールド感が高い。ここがジャジー素材になってるんで、すごく滑りにくくなってるし、ホールド性も高いですし、結構シート自体も柔らかくて、座り心地がいいです。特にこっちの6対4。私は6のところ座ってますけども、かなり広いんで、このように結構、大きなソファーに座ってるかのような、そういった感じがあって、非常にいいです。シート自体も。座った感じというのも、ものすごくいいです。はい。なので、シート自体はかなりよくできてるんではないかなって、私自身は思います。はい。で、今度は気になるのが、まあ、この2列目のシートの広さ、それからシートのアレンジのご紹介をしたんですけれども、次気になるのは、じゃあ3列目の居住スペースどうなのっていうところになりますので、そこを見ていきたいと思います。はい。で、3列目。こちらですけども、3列目は全く7人乗りの車と、仕様のものになっています。ただこの素材がファブリックの素材になっているんで、グレーのシートになっています。色合いが全く違うものになっています。今3列目をこのように開いたんですけど、このように3列目が広く使えるっていうのも、この8人乗りのメリットになってくるのかなって私自身は感じたところです。このように、まあ、3列目のシート自体をメインで使う方っていうのは、まあ、ほとんどいらっしゃらないとは思うんですけれども、まあ、シート自体が見ていただくと、このようにペラペラになってますし、まあ、常時座るとなると結構きついかなと。だったら、こちらの2列目の大きいシートを使った方が当然いいわけなんですけれど、まあ、3列目、例えばお子さんがいて、まあ、お子さんのまあ遊び心的なところ、お子さんがいて、シートのアレンジを変えて移動したいって言った場合、まあそういった時なんかは使えるのかなと思うんですが、そうしますと、このようにかなり広いスペース、足元の広いスペース、足元がすごく広いです。これでちょうど
730mg になると思います。つま先伸ばしてもほとんど当たりませんので、だいたいそのぐらい。このように足も組めますんで、ちょうどこれで730ぐらいになると思うんですけど、まあ、こういったレイアウトにすることもできるということです。で、こちらもちろん、これも前にすることもできるし、このまま残しておくということもできますんで、まあ、こういった使い方もあっていいんじゃないかなと思います。で次に、3列目の居住スペース、非常に気になると思うんですけれども、以前、私の動画の中で紹介したやり方で相対で比較してみたいと思うんですけど、運転席のシートを後ろに下げた状態で、でここ340に合わせる。でこれはステッパゴンの610ミリスライドした時と同じ膝位置のクリアランスになるんですが、ノアボクシーでもここ340に合わせて3列目の膝周りの寸法を紹介しています。ちょうど130だったんですけれども、この8人乗りの車においてはどうなのかというのを見てみたいと思います。はい、ちなみにまず、340ってなってしまうと、やっぱりかなり狭いです。もう完全に足首までこのような形でかぶってしまうような状態になりますので、少し窮屈さというのがあるサイズ感になっています。こちらのように、まあ、このぐらいのクリアランスになってるんですけど、これが事前にもう測ってあるんですけど、これがちょうど130になっています。なので、まあ、大人乗れないことはないですけど、まあ、かなりきついといった、まあ、こういった状態、まあ、私が乗るともう完全にゼロクリアランスな、まあ、状態になってますので、まあ、これだと非常に狭いとまあ、いうことなので、実際に8人乗りの車になりますと、もう完全に人を乗せるっていうことに重きを置いて車内のレイアウトっていうのを考えていかなきゃいけないと思うんで、実際の実用的に使われる想定でシートのレイアウトというものを最後にしてみたいと思います。実用空間を想定してプラポジを合わせてみましたので、そちらをご紹介するんですが、こちら運転席に関しては私のドラポジに合わせた状態で合わせています。で、2列目に関してはどのように合わせたかというと、3列目ステッパーゴンの時のキャプテンシートを610ミリスライドさせると290足元のクリアランスがあったんですが、それに合わせて3列目を設定しています。で、この2列目実際にそうした時の足元の寸法がどのくらいかというと、ちょうど370になります。ですので、ステッパーゴの時でご紹介したんですけれども、運転席を完全に下げた状態 で2列目を610にスライドさせた状態で340ですから、まあ、それに比べてもだいたい30ミリぐらい広くなっているということになりますので、まあ、こういった状態であれば、まあ、まだ我慢できる広さかなと、まあ、いうことになります。で、290ステッパーゴンの3列目と同じ膝のクリアランスになっています。で、これで座るとまあ大体こんなもんですね。私の拳が1個ぐらい入るぐらいの広さになるんですけれども、このポジションでちょうど8人が、まあ、普通に乗れるポジションになっているかなと思います。まあ、この状態で乗った時に、まあ、広いか狭いかによって、まあ、車の評価というものが大きく変わってくると思いますし、7人乗りがいいのか8人乗りがいいのかっていうところであるとか、まあ、あとは、まあ、この車のクラスの上でしたら、まあ、アルファードになってくると思うんですけれども、まあ、そういった選択も入ってくるかなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけますと幸いに思います。ということで、今回はこちらの新型ノアボクシーの8人乗りの車の居住スペースについてのご紹介をいたしました。当チャンネルでは車および用品レビューを行ってますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただけますと幸いです。またチャンネル登録高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。